Hey guys, どうも、ココレモンです。今日もデッドバイデイライト実況やっていきたいと思います。今回はビーアキラーでやっていきましょう。で、クリエイトロビーする前にね、ちょっとね、トラッパーとね、マイケルが個人的に殺人鬼の中で一番強いかなと思ってるんですけど、ちょっとあることを思いついて、ハグがね、もしかして一番もう最強説なんじゃないかなと思ったわけですよ。で、なぜかというと、このパーク、インシディアス。2秒間黙ってるとね、心音が聞こえなくなるんですね。で、これとワープをね、うまく活用して、ちょっとやっていきたいプレイがあるので、今回そのご紹介していきたいと思います。でね、パークはこんな感じ。リアルストーカーと、あと、アンリレーティングだったかな。をね、マイケルのパークと、ハグのパーク。これ交換したいんですけど、持ってないので、今回は、この4つでやっていきましょう。これがハグのパークね。トーテム壊されると、なくなっちゃうのでトーテムはもう確実に守っていきましょう。よし、クリエイターロビー。クロちゃん3人じゃないか。もう来い、クロちゃん来い、クロちゃん来い。あー、 S じS おじさんにやけてんね。よし、3、2、1、やっていきましょう。オファーリングは、ほい、僕使ったやつね。残忍ポイントがアップします。さあ、どんな感じになるのかワクワクですけども、よし、やっていきましょう。ちょっと暗いので明るくしていきますね。ほい、どうかな。さあ、トーテム守りに行きます。私の大事なトーテム。壊さないで、誰も。これ私の大事なものなんだ。さあ、守っていきます。カキカキ。誰も近寄っちゃダメだよ。私、これ、守んないといけない。よし、ジェネレーターにも仕掛けていきましょう。よし、それじゃあ、ジェネレーター回っていきましょうか。こっち。ここ見に行きましょう。はい、いるね。クロちゃん、いた。さあ、見つけたよ。追いかけます。ダダッコパンチー。いて。うえー、うえー。よっしゃ。追いかけます。地下からエースおじさんが。こっち行ったかな？足跡がありますね。待て待て。血の跡がある。さあ、追いかけます。クロちゃん、待て待てー。回りましょう。よし、もう少し。ダダコパンチー。オブセッション状態ですけど、吊るしましょう。ここに吊るしていきましょうね。それ。よし、それでね、トラップをね、5つぐらい、もうがっつりつけていきます。2個目、3個目、いっぱい食べ、収穫が楽しみだぞ。ジェネレーターが1個ついた。4個目、こっちダメか。じゃあ5個目、よし、田植え、収穫が楽しみだね。で、離れます、離れますよ。インシディアス効果を。で、ここら辺で隠れます。あ、もう来た。よし、ワープ。こんな感じ。さあ、追いかけますよ。来た。そっちもじゃあ行く。よっしゃ。エースおじさん。ダダコパンチ。はい、もう一回行きますよ。ワープ。よし。攻撃。ダダコパンチ。はい、追いかけますよ。いいね。ワープいいね。さあ、追いかけます。待って待って。スタートコパンチ。よいしょ。あと一人。多分救出に行ってるので向かいましょう。ほれ、来た。行きますよ。よいしょ、一発。さあ、もう一回。右から回って。よいしょ、一発、ダダコパンチ。アイスが回復したね。さあ、探します。こっちだね。いた。
おいしょ、ごめんよ。あ、違った。さあ、残りのクロちゃんどこかな。こっちかな。あ、足跡がある。こっちですね。待って待って、あ、いたいたいた、見つけたよクロちゃん。待て待て、もう一回結構しようじゃないか。おいしょー、ごめんよー。よっしゃ、クロちゃんから吊るしていきましょう。せーの、おい。あー、ごめんよ。よし、じゃああとはみんな相釣り状態なので吊るしていきましょうか。ここら辺だったよね。あ、いた。よし、吊るしていきましょう。足跡がある。まだいるというのか。よし、ハング、どれ。これって脱出した時これ反応するのかな。ちょっとやっていきましょうか。田植え。あ、ブルブルしてる。あ、まずい。クロちゃんが、あ、まずいまずいまずい。あー、田植え、なんか田植えの儀式、なんか変な儀式みたいになっちゃったよ。怖い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 よ。エイスおじさんはどこだ。でね、ディアストーカー、鹿のパークがねあるとこういう時見つけやすいんですけど、ハグ、米バーね、まだ持ってないので自力で探していきましょう。声は聞こえるけど、あ、いた。こんにちは。じゃあ運んでいきます。よし、そこの服に配達しましょう。わっせわっせわっせ、ここもう収穫いっぱいしたからね。はいよ、仕掛けてみましょう。反応するのかな、見てみたい。カキカキ、よいしょ。もう一回収穫したいな。よし、最後どこだったっけ。これは見つけるの大変だね。さあ、ぐるーっと声を聞こえるところまで。どこかなどこかな。真ん中じゃないね。せーの、おい、よいしょ。いないかな。あー、やられた、アイスおじさん。よし、壊してこ、よいしょ。難しいね、どこにいるか。こっち？いないかな？こっち？いないね。これは見つかんないな。どこだい？どこだい？あ、いないね。見つからない。よし。オッケー、全員。ポイントは、あんま入ってないかな。ハント、あ、でも、ジジ。うん。倍以上。いいんじゃないでしょうか。あんな感じですね。インシディアスが多分さっきのは発動する前に来たんでしょうけど、あんな感じに隠れてすぐワープして強いんじゃないかな。敵、サバイバー側はキラーが離れたと思ってね、に多少ちょっと離れてですけど、急に信用なくなるので、離れてから2秒経つと多分生存者側も、あ、いな、離れたかなと思って助けに行った瞬間反応してワープするみたいな感じ。
ハグ最強説、これ最強なんじゃないかな。どうなんでしょう。まあでもちょっと田植え収穫できてよかった。また田植えしていきますよ。そして長えな。やっと出れた。はい、それじゃあね、今回はここで終わりたいと思います。次回もデッドバイデイライト実況やっていきますので、ぜひぜひお楽しみにしててください。それじゃあまたね。